君の追跡装置にモニカ・ラパチーニの生体認証信号を送った。これでシステムを騙しブリッジがある部屋へ入れるだろう。ブリッジを破壊する。分かってる。クリントを別の方法で必ず救い出す。だがケイト、今はやるしかないのだ。でもそうはならない。ああ、だがもし…ちゃんとやるよ。よし、このゲロマシーンを二度と動かないようにしてやる。制御権を奪って、ブリッジが開いたらパワーセルを露出させて、クリントが通り抜けられるようにする。タイムブリッジに接近してください。周辺をオーバーライドします。私がブリッジを開き、その間にジャービスがセキュリティを何とかする。オッケー、行くよ。遅延させましたが、システムは変化に適応しています。無効化する間、ブリッジから離れないでください。ミム博士、状況は？待ってくれ。注意ください。ハッカーが接近中です。
私があなたたちの企みに気づかないとでも思ってたの？まどろっこしい言い方はやめて、モニカ。こっちは忙しいんだから。なら休ませてあげるわ、永遠にね。時間をくれ、あと少しなんだ。愚かなことを、ピム。あなたの尻拭いをしてるんでしょ。あなたたちの邪魔よ、私には計画がある。それでいくつの命が失われると思ってるんだ。許容範囲内。許容範囲なんてない。
ティニー博士。うわ、この新しいキルボット、アベンジャーズの大ファンみたい。縦にハンマー、背中にはロケットまで。ケイト、エイムがブリッジの制御権を持っている。取り返すまでもう一度開くことはできない。もう少し待って。プロジェクトのみが干渉させない。あとにしてもらえる。延期は不可。世界の終わりだ。見事だ、ケイト。待っててくれてありがとう。戻ってきてくれてありがとう。話さなきゃな、俺が何を見たのか。ああ、ストップ。それはキメラに戻ってからにして、いい？あなたたちはどうか知らないけど、私はタイムトラベルの話をするなら濃いめのコーヒーが必要なの。